はい、東京ビットコインニュースです今日は5月18日土曜日東京からお送りしています BTC の値段が 7356SV が63.71ビットコインキャッシュが361ということになってます今日は15日の,そのビットコインキャッシュのハードフォークで導入されたシュノア署名についてお話ししようと思います でこのシュノア署名は、えっと、BTC でもあの、まあ、提案されているんですけれども実際にまあその実装されたのはその、えー、ビットコインキャッシュが、ね、今回ハードフォークであの、まあ、15日からまあ先行して導入しましたということなんですけどで、えっと、リードデベロッパーの一人 ABC のね、開発者の一人、マーク・ルンデンバーグが、そのツイッターでね、こういうふうに言ってます。A senior signed transaction.Was it a secret payment channel closure?Did hundred parties sign to make it happen?Did a secret atomic swap occur?Or did I just send coins to myself in a boring transaction?You will never find out. っていうふうに言ってて、 まああの複数のねあのトランザクション集めてサインしたのかえっ、ー、と何のトランザクションかおおわかんねえだろうイエーイっていうふうにまあ言ってるわけですけどでそこでまあうちらサイドのねそのええー、人がもうお前そんなそんなの入れてねえっ、ー、とテロリストファンディングだとかわかんなくなってお前墓穴掘ってんじゃねえぞボケっていうふうに言ってたりとかあとまあその SBI のねジェリーがね Thank you for that statement. You just put the, uh, put it in the BCH coffin. You know the difference between a piece of ledger software being illegal or legal is the intended purpose. You just admitted publicly the purpose of Sino change is to make it easier to do illegal things. ということでね、結局、そのどういう意図でそれをあのあの採用したかっていうことがね、あの問題になるぜ、ボケっていうふうに、まあ、言ってるわけですよ。で、これがまあ、そのじゃあ、まあ、死の,の署名がね、どういうことか。 ものかっていうことをちょっと一応このこれはまあ BTC の時のようにねに作ったわけであ書いた書かれた記事ですけど でえー、しかし、えー、ビットコインでは ECDSA に代わって新しいシュナー署名という方向に変更しようとしているのですシュナー署名の優れている点は複数人の署名を必要とするマルチシグによる送金のデータサイズを大幅に削減できることが挙げられますということでねその複数人の署名をだから複数人から送られてくる時のデータ削減が できるっていうふうに言っててていううふに言このシニア署名自体はシニアさんによって1989年頃に発明されていますということでね、まあ、ビットコインの,その今ある ECDSA に変わってそのやり方を変えちゃおうっていうねまあそこもねちゃんとね考えられて作ってあるわけですよ。 あのそれをお前ら勝手に変えてねイエーってすぐやっていいのかっていうのがね、まあ、そこにも、まあ、こそもそもの大きな問題があるんですけどでえー、っとまあメリットしてとしては、うん、取引手数料を低くすることは可能ですと。 でえー、っと今の ECDSA とねどう違うかっていうとその複数の4人の人が、えー、E3 にいっぺんに送る場合別々の人はねそうすると,、えー、っと署名が4つ分いるからここのデータが、まあ、署名が4回いるからねだからあの、えー、データサイズは大きくなるんだけどシュナ署名だと,、えー、っと1個で済むと。 いうことになるとまあこれを例えるとその例えば4人でねその、えー、飲み会に行きましたと言っていまあ個別にね会計したい時もあるわけですよそうすると一個一個のレシートがまあみんなそれぞれに、えー、ありますということとでも その何レシートが4人まとめてとかっていうふうにしか、ね、発行できませんっていうふうになったらじゃあこの領収書誰かいるとかって言って「でああ僕もらいます」って言ってその「じゃあ僕この会社でね経費で落としますから」ってそう,そういうの結構ね会社でなんか社長さんとかそう,そういう状況あるでしょだけどまあそれはね飲み会ぐらいだったらいいんだけどこれをプロトコルレベルで。 入っちゃったらその一個一個が誰から来たかがわかんないわけですよね。だからその単にデータがね少なくなるからいえっていう言うんじゃなくってわざわざこういう風うにしてあるんですよっていうところをねやっぱね理解しなきゃいけないんですけどね。 それで、えっ、ー、と、それね、結局それで、えっ、ー、と、同じことが前回の DSV、ビットコインキャッシュが、その、スプリットしたときの DSV で、このエミルがね、ビットコインドットコムの CTO ですよ、彼はね。で、えっ、ー、と、DSV オップ、チェックデータスイグを入れたときに、うん、なんで入れたのかっていうと、いや、これ入れたら、オンチェーン、 ベッドエグザンプルっていうふうに言って、要するにオンチェーンギャンブリングが簡単にできるぜ、イエーイっていうふうに、まあ、言ってるわけですよ、ねん。じゃあ、じゃあオンチェーンギャンブリングをね、そうやって CTO がね、言う、それをやるためにその機能を入れたんですかっていうふうに、やっぱ意図を問われるわけですよ。で、これはこの、 それどういうことかっていうとそのこれ以前ウィニーの会であのやりましたけどその金子さんですねその P2P のファイル共有ソフトで金子さんはまああの若くしてお亡くなりにな,なられましたけどもで結局彼がその、えー、逮捕起訴されちゃった時は、うん、と開発当初ウィニーの匿名性はえ著作権法 個人情報保護法などに抵触する違法なファイル交換を行う場合に交通がなものであったため利用者は急速に拡大していったと。で、えー、2003年にウィニーの利用者が著作権法違反容疑で逮捕起訴され2004年に開発、えー、配布者の金子勇もこの事件の著作権侵害行為を補助した共犯の 容疑で問われ逮捕され起訴されたと。ということで,で、まあ、金子さんの場合はその幇、まあえっと、助した共犯っていう容疑をかけられたんですけども結局その違法な、えー、個人情報保護法とかねその著作権法をその違反するっていう意図はなかったと認められたから。 えと彼は2011年にまあこれねえっ、ー、とだからもう、えー、8年戦ったのかな、ね、で、えー、無罪判決が確定したわけですよ彼はそういう意図がなかったからねだけどこの DSV のねエミルはこれでオンチェーンギャンブルやるぜとか言ってるしで、えー、と ABC の、えー、高開発者はね シークレット・トランザクションね、やるぜ、イエーイっていうふうにね、言ってると、そうすると、本当にね、あの、捕まっちゃいますよと。まあ、そういうことですよ。うん、だって、そういう意図があるって言ってるんだもん、わざわざね。まあ、そういうことでね、本当、わけわかんないですよね。 はい、というわけで、えー、と今日は最後にあのウェザー SV っていうそのあの天気の情報をそのあの SV のチェーンに、ね、記録するそのサイトプロジェクトが、まあ、どんどん,どん,どんこうあの増やしていってお客さんをねお客さんっていうか、まあ、参加者を今600、えー、拠点以上の,あの、えー、と天気ので気温のデータが、えー、チェーンに1時間おきに その記録されてるんですけどでまあありがとねっていうふうにまあ今ね665になってこれをに参加するにはえー、っと大体いいですねえー、っと500円分でえー、っと1年弱ぐらいのデータがあの記録できるんで、えー、各都市のその基本データをねその気象庁から出てるんだと思うんですけどそれをどん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 その 記録するししてていきましょうっていうでねこれねで僕が思ったのはあのこの,あのデータがどん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 、えっと、記載されていくと、まあ、将来その改ざんされていない気温、えー、データがあの利用できるって言った時にそのじゃあこの協力してくれた人のアドレスにその時のレベニューをね バックしますよっていうそういうなんかクラウドファンディング的なことをしてあのにすればもっと参加者がねあのあの増えるんじゃないかなっていうかね、まあ、ある意味そのデータを作るのにね情報をデータから情報にするのにその、まあ、参加するっていう形でねやれば。 いいと思うあのいいんじゃないかなかっっててうふうに思っ例えば僕今思ったのはニセコとかね雪がの情報とかねやっぱりあの海外からものすごい人来てるじゃないですか世界一のパウダースのだそこのデータとかをこう記録してれば将来それを利用したいっていう人がねあの、えっと、商業的に利用したいっていう人が出てきた時にああじゃあそこはあの、えー、月いくらくださいねとか、うん、そういうふうなことがね できるんじゃないかなっていうふうにね。まあ思ったわけです。というわけで、えー、いろいろね、こうなんか可能性がね、いろいろこう、いろんな可能性がね、考えられてくる、えー、状況に、えー、非常に面白い状況になってます。はい。ということで、えー、以上、うん、東京ビットコインニュースでした。今日はここまでです。さよなら。